はい、今現在こちら DJI を使っております。特に台本を作らずに撮っております。今回ですね、2つ企画をやっていきたいと思います。まず1つ目がヤフオクで落とした6万8000円で購入したレンズ開けていきたいなと思っております。タブロン 17-70mm f2.8 4ソリン。 はい、おー、でかいですね。こちらということで、早速です α6400 に使っていきたいと思います。おー、こちら、ドッキングです。ガチャン。おお。タムロン開けます。おお。レンズの光景が。おお。おお。これをこうすれば。おお。保護フィルターも最初からついてるものになっております。電源を入れてみましょう。おお。めっちゃいい。今これ DJI なんですけども。こちらですね。はい、こちらがですね、タムロン1770のレンズなんですけども、こちらなんとですね、ズームインできちゃいます。うわ、こんな近くてもピント合うのすげえ。はい、ということでですね、過去にですね、監督が使ってたレンズなんですけども、ズームができない単焦点レンズというわけで、距離がですね、一定のところでカメラをズームイン、ズームアウトするだけのレンズだったんですけども、今後ですね、こちらのですね、ズームインをすることによって、はい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 、というわけでですね、これを待っていました。最高です。で、もう一個企画がですね、ダーン、5等分の花嫁かけるバカウケ、めちゃくちゃいい。ちょっとこれはね、ちゃんとしっかりとして動画に出したいと思いますので、今後にご期待ください。今回はこちら、クローズドパッケージを開けていきたいなと思っております。貼って剥がせるデコシール全15種類ランダムで1枚が入っているというわけで、こちら開けていきたいと思います。誰が出るのかなというわけですね。はいはい、監督の推しはですね、いちか、いつき、にの、よつば、みく、全員です。決めれません、決めれません。開ける前からもうほぼほぼ誰でも OK というわけでですね、早速開けていきたいなと思っております。ではいきます。はい、裏、はい、にの、はい、ピント、はい、OK ですね。シールタイプで剥がしてピタって貼れるタイプとなっております。はい、使い道がわからないです。はい、では続いていきましょう。さっきこう来たから、こうか、こう、こうです。トイ、ちょっと待って、全15種類の中からなんとなんと全く同じものが出ました。ありがとうございます。まさか、いや、逆にすごいな。逆に運を持っています。ただいま監督、運を持っています。はい、というわけでですね、2のこちら、はい、パワーアップして、いいね、ぐちゃぐちゃオムライス味。はい、こちら5等分の花嫁見た人はもうすぐわかるよね。第1期、中野美久が作ったオムライス。いやー、バカウケ久しぶりに食べます。あ、結構入ってる。あー、小さいバージョンなのね。まずは匂いチェック。あー、なんかトマトの香りがしますね。あー、なんかうまい棒の感じでしますね。あー、うん、トマトが濃い。あー、バカウケだね、これは。一応甘い感じですね。うん、いや、全然美味しいよ。うん、バカウケ。どうせだったらもうズームできるんで、アップを撮って、はいはいはい、というわけで、今回はですね、サクッとですね、タムロンの 17-70mmF2.8 の開封と、まあ、使ってます、こちら、バカウケ5等分の花嫁、クローズドパッケージ開封をやりました。では、また次の動画で会いましょう。